皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は塾に入るべきか入らざるべきかというタイトルで、塾に入るか入らないか迷っている人のためのお話をします。塾に行くかどうか決めるんだったら、まず塾に行くメリットと塾に行かないメリット、これを比較してみましょう。塾に行くメリットというのは、勉強のコストが受験情報が手に入る、こういうことですね。受験情報、なかなか個人で手に入れようと思っても難しいです。でも塾は、ね、そういうのの専門なので、かなりの情報を持っています。そして最新の情報です。保護者の方には、この学校はこういう学校だったから多分今も同じだよね、でそう考えて、高校選びをする保護者の方いらっしゃるんですけど、やはり昔とはだいぶ変わっています、ね、ですから最新の情報を手に入れるんだったら塾に行った方がいいです。2つ目、学校で理解できなかったことを質問し教えてもらうことができると。これも塾の魅力ですよね。学校だと直接周りに友達がいっぱいいるので、学校の先生に質問できない、そういうお子さんいると思います、ね、そういうお子さんは塾の先生に、直接教えてもらえると、これはやっぱり塾のメリットですよね。それから自分の勉強のリズムを作ることができると。これどういうことかっていうと、まあお子さんにもよるんですけど、週2回塾に来ていると、ね、この2回は塾に、ね、合わせて勉強すると、他の曜日は自分はこの曜日はこれをすると、こちらの曜日はこれをするというふうに、その曜日ごとに、ね、何をするかを決めて勉強のリズムを作ると、そういうこともできます。それから自分の弱点補強ができると。自分の弱点ってテストでいい点が取れなかった、じゃあなぜ取れなかったのかって考えたとき、なかなか自分では分からない場合が多いんです。そういうところを塾の先生に見てもらうと、こういう勉強をしたらどうとか、で、ここはこう考えた方がいいんじゃないというふうに教えてもらいます。そういう意味で自分の弱点の補強ができると。これは塾のメリットです。で、塾に行かないメリット、もちろんこれもあります。通塾にかかる時間がないので、その時間を学習に当てることができると。勉強時間を増やせるということですよね。それから学習する内容、これを自分で決めることができる。今日はこの勉強をしようと、ね、明日はこの勉強をしようと、勉強の内容を自分自身で決めてそれをやることができる。塾だとやはり塾で与えられたものをやると、そういう場合が多いので、これ自分でやりたいものを決める、自分で決める、勉強は積極的にできる人は、塾に行かない方がいいと思います。それは一番のメリットは、月謝がかからない。月謝払わなくていい、ね。これはお父さんお母さん嬉しいんじゃないでしょうか。この他に塾に行かない方がいい人というのもいます。どんな人かというと、塾に行っただけで、ああもう勉強した、これで大丈夫だと言って塾以外では勉強しなくなっちゃうと。こういう人がいるんですね。こういう人は塾に行っても逆に成績がどん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 下がっちゃうんです。ですから塾に行っただけで勉強した気になっちゃう人、こういう人は塾に行かない方がいいと思います。そして自分でしっかり勉強できる人、この人は塾に行く必要はありません。ここではいくつかの例を挙げて、こうお話ししていますけれど、まあその過程、またその生徒さんね、その人その人によっていろいろ条件が違うと思います。ですからもし塾に入ろうかどうしようか迷っていたら、自分は何のために塾に通うのか、この部分をしっかり考えて塾に行くかどうか、それを決めるのが一番じゃないでしょうか。で今日は塾に入るか入らざるべきかというタイトルでお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。